ナンバー、アイグループのファーストフード CM はいつ放送されますかナンバーアイ騎士ユータのキくん公文がマクドナルドの新 CM に登場。春に放送予定の CM がコミュニティに大きな影響を与える可能性があります。この記事では豪華な肉体を誇る3人のメンバーが大手ファストフード会社の新 CM に抜擢され、その背後に潜む興味深い事情に焦点を当ててみましょう。まず、 新 CM ではメンバーたちがエピソードや制作秘話を披露する予告がされており、グループや個々のメンバーの現在の活動や未来の展望にも触れる予定とのこと。これにより、ファンたちはますます彼らの多様性と個性の豊かさを垣間見ることができるでしょう。記事によれば、ナンバーアイの3人が大手ラストフード会社の CM に起用された背景には、ジャニー北川さんのなりわながいを巡る騒動や、 昨年末からの旧ジャニーズタレントの熱愛報道が影響している可能性があるとのこと。企業側はこれらのスキャンダル報道を受け、積極的な起用を避ける傾向にあるようです。しかし、今回の新 CM には驚くべきことが。 なんと、過去には木村拓也さんや V6 岡田一さんといったジャニーズ事務所のタレントが多く出演していた超大手ラストフード会社が、ナンバーアイの3人を起用することが内定していると、週刊女性が報じています。広告代理店関係者によると、これは単なる偶然ではなく、ナンバーアイの独自性や魅力が企業にとって新たな可能性を切り開いていることを示唆しています。 ジャニー北川さんの問題が引き起こした波紋や、木村拓哉さんの CM 契約終了による影響があった中で、ナンバーアイがファストフード会社の新 CM に登場することで、彼らの広告価値が浮き彫りになりつつあります。一方で、ファストフード業界においては他にも動きがあります。例えば、モスバーガーがスノーマンラウルさんと渡辺翔太さんを起用した CM を中止し、旧ジャニーズ事務所との契約を継続しない姿勢を示しています。これは、 企業が正義外の問題に対して厳格なスタンスを取る中での決断です。新 CM の放送が楽しみであるとともに、ファンたちはマクドナルドが SNS に投稿したナンバーアイの岸優太さんを連想させる画像にも注目しています。これが報道の真実を物語っているのか、それとも単なる巧妙なキャンペーンなのか、ファンたちはワクワクとした期待を抱いています。最終的には、 ナンバーアイがどのように新しい CM でコミュニティに訴えかけ、社会的な影響を与えるのか、私たちは注目していく必要があります。彼らの新しい挑戦に期待を寄せながら、ファンたちは今後の展開に耳を傾けることでしょう。